morning, everyone. This is Toki. 1871年にロバート・ルースリーという方に起きた不思議な出来事です。1871年はまだ19世紀の頃です。その年の10月の初めの頃、朝になりロバートは森の中を散策していました。ロバートの家は森の中にあるのです。それで朝になるといつも散歩していたんですけれども、夜は眠る時に本を読むのが好きだったそうで、その本について考えながら歩くこともよくあったそうです。その朝もいつものように散歩していました。すると空に見たことのないような奇妙なものが浮いていたんです。びっくりして見ていると、それがスーッと空をよぎって、近くに着陸したように見えたそうです。それで恐る恐る近づいていってるんですね。で、木の陰からそーっと見ているんです。で、先ほどまで飛んでいた UFO のようなものはなくて、そこにあったのはボックス。箱型で真ん中にレンズがあって、それが目のように見えたと。それがうろうろ動いてるっていうんですね。陶器絵に描いてみたんですが、こんな感じなんです。これが一人でに動いてたっていうんですね。19世紀です。あっけに取られて見ていると、だんだんこれが近づいてきて、なんとこれが一つだけではなく、他に数体あったそうです。それがですね、彼の周りをくるくる動いてたっていうんですね。そしてそのうちの一体が彼に向かって紫色の光をパッと放ちました。一体が彼に向かってパッと放ったのと同時に他の二体もパッと彼に放ってるので、3回紫色の光を浴びてるんです。怖くなって彼は急いで家に帰ろうと走り始めました。するとその者たちが追いかけてきたそうなんです、彼を。怖いですね。しかし、あまり、こう、軽くないように見えたそうですね。その機械自体が重そうに動いてて、かなり、こう、沼地を動きにくそうにしてると。さらに、そのタイヤの跡のようなものがついてるので、まあ、タイヤでもついてるんではないかと、後の世の人は考えてるわけですけれども、ロバートが振り返ると、そこには、先ほどのものが止まっていました。ストップしてるんですね。すると、ロバートの体も動かなくなってしまったそうです。早く家に帰りたいんですけれども動かない。どうしようと思って見ていたら、先ほどロバートに浴びせた紫色の光を今度は地面に向かって当ててるそうです。地面に紫色の光をさーっと当てて、よーく見たらそれはネズミの死体でした。この辺り一帯に野生のネズミが生息していたそうなんですけれども、その死体があってそれを回収したそうです。捕獲ですね。そのボックスから手のようなものが2本スーッと出てきて、それをパッと拾ってですね、そのボックスの中に入れたっていうんですね。つまりということは、先ほどロバートに紫色の光を当てたということは、ロバートを捕獲したかったんでしょうね。コレクションとして。ロバートは散歩をするときに杖を持って歩いてました。いつもその杖を支えにして、森のあちらこちら歩きにくい場所もその杖を持っていくと歩けるということで、それ持ってたんですが、この時落としてしまったんです。あまりに慌てて突然体が動くようになったそうで、あ、今だと思って家に帰ろうとしたんです。するととっさに持っていた杖を落としてしまいました。で、拾えばいいんですけれども、もう恐怖が先に来てるので、まあ、杖はもういいやということで家に帰ろうとしたんですね。するとそのものがスーッと寄ってきて、なんとその杖に紫色の光を浴びせて、それをパッと拾ってですね、そのボックスの中に入れたそうです。そしてロバートは必死に走りました。もう怖くてたまらないんですね。あの箱の中に入れられたら自分はどうなるんだ、死んでしまうんではないかという恐怖が来てるんです。で、一生懸命走ってるんですが、どこからともなく大きなこのボックス型のものが現れたそうです。そしてロバートに向かって、なんと先ほどの紫色の光を浴びせました。ロバート一人軽々と入るぐらいの大きさだったそうです。もうびっくりしてるんですね。どうしようって思った時に空がいきなり暗くなりました。え？と思って、雨でも降るのかなと思ったそうです。で、見上げたらなんと巨大な UFO なんですね。もちろん UFO という概念もないですし、ロバートもそういったものは知りません。ただロバートが書いたものには、空が暗く覆われたと書いてます。その空を覆うぐらいの大きさのものが空に浮いてることになります。その空に浮かぶ巨大なものが
ロバートを追いかけているこの物体を動かしているように見えたというんですね。その時ロバートは大きな声を出してるんですね。誰か助けてくださいと言ってるんですが、ロバート自身がよく知ってるんです。この辺り一帯には誰も住んでいないと。ロバートの小屋があるだけなんです。昔ロバートは知人に言われたことがあったんですね。もし森の中に住むなら、まあ、番犬とは言わないけれども相棒となるような犬、それは必要じゃないかと言われてたんです。ロバートはその動物の世話をするのが好きなんだけれども、いつかいなくなってしまうという恐怖があったみたいで飼ってなかったんですね。その当時たった一人っきりで住んでいたそうです。その後結婚をしてるんですけれども、まあ、その時は独身だったということで、この時後悔してるんですね。犬がいればなと思ったそうです。それでロバートはもううずくまってですね、助けてください助けてくださいとずっと心の中で唱えてるんですね。でしばらくそうしてるんですが、全く何の変化もない、何の動きもないし音もないので、恐る恐るこう見たんです。すると先ほどまであったあの変な物体が全くいなくなって消えていました。空も晴れていて、その先ほどの UFO もなくなってるんです。でその時は自分は夢を見ていたのかなと思うぐらい。その後ロバートは一人で起き上がり、ゆっくりとあたりを見渡してですね、何もないのか確認した後に家に歩いて帰ったそうです。で家に帰るといつもの家なんですね。であまり食欲もなかったそうなんですが、まあとりあえずスープを作って温まったということなんです。10月でもう寒くなっていたんですね。この時スープを飲みながら犬を飼うことを検討したそうです。これまでは食料を買いに町へ月に2度ぐらいは行ってたそうなんですが、その回数を少し増やそうということも考えたそうです。体が温まった後ロバートは横になりました。すると夢を見たんです。 UFO の夢でした。 UFO が空へ高く飛び去っていく夢なんです。それをロバートが見送っていました。それで目が覚めたんです。そしてこのことを書き残した方がいいと思ったんですね。そこにある紙に自分の気持ち、何を見たのか、そのことを詳細に書き残したんです。ところがロバートはこれを封印しました。全く誰にも話していません。引き出しに入れて、その引き出しに鍵をかけてしまい、誰にも言わなかったそうです。そのまんまロバートは亡くなってしまいました。その後時は流れて1990年代に入り、なんとロバートのひ孫が彼が書き残したこのものを見つけたんです。このおじいちゃんの小屋ということで受け継いだ孫娘がいて、孫娘がその小屋の中を掃除しながら自分が住みやすいように改築していってるわけですね。その中でこう鍵がかかったものが見つかって、まあ、これを開けたんです。するといろんなものが出てきたんですが、日記とかですね。でその時にこの日記に挟まれた紙にこの詳細が書かれたものがあったわけです。発見したひ孫の方がUFO 研究団体などにこれを提出したわけですね。それで UFO のカテゴリーに入るということになりました。日の目を見たものですから、私たちが知ることになったわけです。皆さんは今回の件どう思いますか？19世紀に奇妙なことが起きていました。もしよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。